こんにちは。今日からライブではなくて録画でお伝えしたいと思います。はい、その1回目ですね。今日月曜日ね、梅雨明けしたと思ったら梅雨みたいな感じでね、雨が続きそうな感じですけども、すごいね、ちょっと去年じゃないや、先週みたいなすんごい暑さではないけど、ムシムシして、やっぱり今日来た患者さんもね、みんな体が重い重いって言ってたんですけど、やっぱり湿度がね高くなると体は重くなります。うん、で体の中のね水分の流れが悪いと、特にこうなんですかね、外の湿気とこう引き合って体がねずーんと重くなっちゃうんですけども、うん、でそういう場合は本当はね汗をかいたりして、こう結構強制的に循環させてあげるといいんですけども、なかなかねこうわっと汗かくことってやりにくいっていう人もいらっしゃると思いますので、今日はそうですね、そのこの体の重だるさを少し取れるような感じの両芝調整で、特にこう注目するのはこう流れですかね。うん、水分代謝、水分の流れを良くするような両芝調整をしたいと思います。はい、ということでね、今どのくらい体が重いかチェックしてみましょう。さてさて、もうね何もしなくても重いわっていう人はいいんですけども、チェックしなくても、で大体こう重い時ってこうジャンプした時に体がね後からついてくるというか、こう重心の移動が遅いっていうんですかね、ちょっとタイムラグがあると思うんで、ちょっとジャンプしてみましょうか。こんな感じでジャンプした時に体が重い時っていうのはね、こう体が、お肉というか体の組織が後からついてくる感じのタイムラグがあると思います。そうすると重く感じるんですけれども、これがねこう血液とか体液の流れが良くなってくると、タイムラグが少なくなってきて、こう飛んでてもね軽い感じがすると思います。はい、あとはまあ足とかが重い人はちょっとね足を高めに上げてもらうと、あ重いなっていうのが感じられるかもしれないですね。はい、こんなところをちょっと覚えておいて調整してみましょう。はい、でいつものようにね、両芝調整ですね、一番こう私がお気に入りで大好きな調整方法なので、これでね動画見てる方も結構楽になると思いますので、うん、ではね、調整5分ぐらいで終わりますので、そうですね、まあいつものようにベッドとか、床とか上向きでね、ゴローンと横になってもらって、で目はね、開けてても閉じててもどっちでもいいので、もう本当にね、リラックスして、ボケーっと、ぼーっとしておいてもらうのが一番いいと思います。はい。ではちょっとね、コロンとね、転んでみてください。はい。で、まあ、なんとなくね、ご自身の周りの空気感というかね、場を変えて調整していきますので、こう、もやっとね、何か変わるのが分かれば、ちょっと面白いかなと思います。はい。ではね、これから5分ぐらいかな、もうちょっと短いかな、うん、調整したいと思います。
大体いいかなと思います。ではね、ちょっとゆっくり起きていただいて、さっきとね、体の状態違いをね、確認してみましょうか。うん、まずね、すごい重かった方は多分今こう立ってね、立っただけでもなんとなく体が軽いかなっていうのが感じられるかもしれないですね。うん、ではね、ジャンプですね。ジャンプしてみましょうか。その場でジャンプですね。うん、タイムラグが少ない感じ、やっぱり軽く飛べる感じがします、私の場合はね。皆さんどうでしょうか。あとはね、足が重い、下半身が重いなっていう人はちょっとね、高めに上げた時の上げた感じが、多分ね、しょっぱな上げた瞬間に違いが分かるかなと思います。うん、軽いですよね。はい、だるければだるいほどちょっと違いが分かっていただけるかなと思いますね。面白いですよね。はい、こんな感じで、あとはね、このだるさ、重だるさ解消するのは本当にね、汗をね、結構ガーッとね、いっぱいかくといいですね。もちろん熱中症とかは気をつけなきゃなんないんですけども、なのでお風呂とかね、いいですね。お風呂とかで結構ガーッと汗を、中途半端だとね、皮膚のちょうど表面のところにね、溜まってしまって、なんでしょうね、ちょっとね、イボみたいな感じになったりとか、皮膚のね、かゆみとかが出たり、湿疹とかがね、出たりするんですけども、もうちょっとね、ワッと出してあげると意外と良かったりします。なのでね、今日の調整と合わせて使ってみてください。はい、あとはね、わかめ体操って言って、今までもね、やってたんですけども、わかめ体操やると、体の中の方の体液循環も良くなるのでおすすめです。録画なのでここら辺にね、リンクを出しておきます。はい、なのでそちらをね、やってみてください。背骨を使ってこうね、中の奥の方を巡らせることができるので、で、両芝調整って新しい習慣をつけるっていうところが目的でもあるので、今整った状態で、体を動かしておくと、よりね、状態が維持できて、新しいこう循環のね、リズムができてきますので、ぜひやってみてください。もう聞いちゃったかな。はい、それではね、また9時に、そうですね、9時お待ちしてますので見に来てください。最後まで見ていただいてありがとうございました。役に立ったなと思ったら、いいねボタン押してください。